時間に合わせてきました。最近ちょっと在宅でなんか家にいたら何も食べなくなってて、そういや今日何も食べてないなと思って、なんか一回だけ食べるだったら美味しいの食べられるなって思ってしました。ありがとうございます。はい、すいません。うちの会社はもう2月からずっとなんだ。あ、じゃあ随分早くから、大体ほらみんな緊急事態宣言が出されてからリモートになったじゃないですか。4月とか2月は早いですね。ちょっと早めに始まって、みんな地元に戻って仕事したりしてて、またちょっと緊急事態宣言とかなくなってから一人ずつ戻ってきて、まあ、こっちで在宅してるって感じ。えっ、こちらもう一個これ塩振ってあるんで、そのままで、イワシですなんかおすすめってあります？握りで？はい、握りで。握りだと白身？白身、白身好きです。白身だと今日は金目の炙り、あとはブリもいいっすよ、ブリ。あ、北海道の新物。あとはメイチっていう、メイチダイっていうのもちょっと変わってます。メイチダイ、あとはイサキとかスズキ。ブリ、ブリってまだあるんですか、この時期。これからが本番になります。あ、冬の魚だから今まだ新物だから、冬みたいに脂はギトギトにはないです。どっちかっていうとさっぱりしてる。さっぱりか。これはこれでうまいですよ。これだから北海道で取れるんです。でこれから冬にかけて下に降りてくるんですよ。で脂がそうそう、新潟とか富山だからこの辺で氷見ブリっていう。なんだこの時期のブリ食べてないんで、あのじゃあブリとじゃあの金目鯛の炙り、ブリと金目鯛の炙り、はい、お願いします。皆さんねこの時期ブリっていうとねええなんて言うんだけど、うまいっすよ。
塩振ってあるからそのままで。このままで。そのまま。ブリもう一回もらっていいですか。ブリもう一回いきますよ。はい、だね。この前、北山さんが作ってた卵焼き、うん、注文していいですか。焼きたての、はい、1本出ちゃうけど大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ、卵焼き1本ね。この前1本召し上がったんでしょ。はい、じゃあこちらが。あ、こちらお願いします。じゃあ上がりきんね。